さあ始まりました、すみひこのヤバい帝国。今回は写真家でデザイナーの星野愛さん、はい、そして東京キララ社の社長中村社長、中村康夫社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。すみひこのヤバい帝国。いや、星野さんは、はい、女性なので、はい、こんなキャシャ、キャシャなのに、まあ、ムキムキです。いやいや、ビジュアル言っちゃいけないのか、今、はい、最近は、すいません。なのに、ルキズム。なのに、はい、この旧共産圏を主に取材されており、未承認国家などにも詳しいという、はい、本当にクレイジージャーニーとかに出てきそうな、そんなお方なんですけど、はい、これはあれですよね、写真集は東京キララ社さんの方から、はい、2冊出てるんですよね。これが旧共産社ってあのちょっと、縦型の大きいやつ、これが2019年の6月に出まして、で今年の6月にソ連の乗り物、はい、こちらを出しました。こっちサンズリだそうですね。あ、そうです。ちょうどこの間サンズリに、なりまして、おめでとうございます。でももうこの目次見るたにすごい面白そう。ケレンフェルド発電所、戦闘機の墓場、人民蜂起記念碑。まあでもそうだね、うん、マケドニアとか分かんないですもんね。絵が浮かばないもんね、マケドニアとかアルバニアとか。本当本当。アレキサンダー大王とかそんなしか浮かばないですけど。バルカン半島の国々がこの時はテーマなんですね。はい、ここはバルカン半島。火薬庫ですか。あ、私はババヴァンガしか思いつかない。ババヴァンガ予言者、ブルガリア、ブルガリアの人、うん、これは、ちなみにいつぐらいから取材というか撮影を始められてるんですか。ですね、旧共産遺産の写真は、はい、2017年あたりから2019年までの大体2年間で撮ったものをまとめさせていただいております。へ、何カ国ぐらい回られたんですか、この時は。この時はバルカン半島の国々を、旧ユーゴスラビアがスロベニアを抜かす国、はい、とあとはブルガリアと、バルカン半島以外だと、キプロスと、キプロスですね、はい、あとギリシャに行ってます、うん、へえ。ちなみに なんでここの、 あの国を撮影してもらおうと思ったんですか。ですね、こちらの国に行こうと思ったのは、はい、興味を持ったのが旧ユーゴスラビアの国々に残っているスポメニックっていう、はいはい、戦争記念碑があるんですよ、はいはい、それがなんかこう SF 映画に出てくる怪獣みたいなすごい独特の形をしていて、はいはい、いや、これは自分の目で見てこう撮影したいなと思って。すごい、スポメニックってどういう意味なんですか。クロアチア語でモニュメントって意味になります。そのまま例えばですけど、原爆ドームとかっていうのは悲惨さをみたいな感じなんですか、うん、記念碑っていうといいものっぽいポジティブなイメージなんですけど、そのスポメニックはポジティブな意味のものなんですか。まあ、ポジティブな意味で国の政策としては作ったんでしょうけど、はい、結果的には戦争の爪痕みたいな部分もあったりして、そのユーゴスラビア時代というものを憎んでる人たちからしたら忌まわしきその体制のこの象徴が未だに残っているみたいな存在になってしまっているので。作ったのはクロアチアじゃないんですか。本当ですね、あのクロアチアを含むその旧ユーゴスラビアの国々なので、はいはいはい、全部で、コソボを含むんだったら7カ国、含まなかったら6カ国にこう、はい、各地に点在して作られたってものになります。全部で大小を含めると3000個ぐらいスポメニックあるみたいです。3000個もあるの。すごいたくさんあるみたいで、まあ、その中でも、まあ、こう大きいもの、まあ、自分がかっこいいなって思うものが、まあ、こちらになっております。これはなんでこんな形になってるんですか。これは、まあ、当時 そのデザインの流行りっていうのも多分あるんでしょうけど、一応コンセプトはいろいろ、まあ、この石の花ってモニュメントだったら花をモチーフに、こう花っていうのはこの再生、死からこの生への再生の象徴みたいな、そういったものをのモチーフにしているもの。割とじゃあこういう抽象的なものが、はい、その3000種類あるってことなんですね。あ、そうですね。なんかもうデザインがウルトラマン怪獣ブルトンとかそっくりじゃないですか。あ、それもスポメニックなんですか。そうなんです。
確かにそうです。なんかちょっと SF 感ありますよね。すごくありますね、うん、やっぱまあでも宇宙開発とかもね、うん、ロシアは進んでたからそういうのもあるんですけど、ね、ロシアではないですよ、ね、ロシアではないけどなんかその地域的 な, なんか盛り上がり、うんうんまあ、なんかノリは似てるものがありますよね、うんうん、これがねブルトンさんみたいでね可愛いんですよね。イリンデンモニュメントは中に入れるんですかこれ。うん中に入れます。あーえ中に何が入ってあるんですか。あの太陽の塔みたいな感じなんですかね。基地みたいな感じさっき見えたけどね。基地なのあれ、うん、すごい不思議な形してるよね。レリーフとかあとステンドグラスがあって、うん、ほんと真ん中に永遠の炎平和のその象徴するような永遠の炎っていうものを模したモニュメントみたいなのが置いてあって中がえこんな感じになってます。なんかちょっとあれだよねミッドセンチュリーみたいな、なんかミュージアムショップみたいな感じですね。そうですね、うん、ミュージアムショップ。そうこの人が中の鍵を開けてくださる、うんまあ、管理してる方で、うんまあ、ここでちょっとしたお土産も売ってたりします。へえ、普通になんか建築物としてかっこいいですね、うん、ここは楽しいですね、うん、あそうそうあとアルバニアも撮影しています。アルバニア、はい、アルバニアか。あとアルバニアって言われてもこっちに、ね、こっちにアルバニアの情報がないから。アルバニアって言ったら何なんですか。それが加わったところでなんか、うん、とはならないですけど。確かに日本の人からするとアルバニアって存在がね、はい、なんぞやって感じだと思うんですけど、場所が分からないですね。まあ、ちょっぴり世界史詳しい人だと、はい、あの国全体でネズミ講にハマった国でしょうとか、うんまあ、あんまりいいイメージもしかしたらない国かなという感じ。国全体でネズミ講って何の話ですか。もうアルバニアでそういうことがあったんですよ、はい、合法なんですよねアルバニアでネズミ講が、うんはいはい、それでみんなハマってた。何にハマってたんですか。お金儲けで。あもうあのこれこの商品一つっていうわけではなくてもういろんなところでみんながみんなネズミ講をやるっていう、まあ、だから合法だから、合法だから、うん、ちなみにその行ったところの中で一番なんかその楽しかったというかなんかそのそういうポジティブな意味でいい思い出っていうのがあるのはどこの国ですか。いやどこも楽しかったですね。やっぱり目に入ってくるもの全てが斬新で新しくて、うん、こうワクワクするものばっかりだったので、うんまあ、どこ行っても楽しかったです。でもこの本の中で言うんだったら難しいな、はいはい、表紙にしているヘレンフェルドの発電所とか、はい、あと放射線状のやつですか。はい、もう廃墟なんですかこれは。うんこちらも廃墟になってます。ただ管理は厳重にされているので、撮影にあたって、すごいね、なんか39のね、あのコントロールルームみたいな。本当だ。そうなんです。これ電気ついてなくって、はい、太陽光でこんなに明るくなってます。自然光で。そうなんですね。上はガラスなんですか。はい、ガラスです。へえ、ボタンとか押してもいいんですか。まあ、押さなかったですけど。押しても起きないじゃない。起きないけど。起きないと思います。いいか悪いかで言うとあんま良くないだろう。確かにこれテンション上がりますね。でも行くのは大変なんじゃないですか。その本当ですね。ケレンフェルド発電所に関してはハンガリーの首都だったのでああのバスで普通に行けました。ホテルからバスを2本乗り継いで行って、そこの管理者の方にああ予約してた星野ですみたいな感じでお話し通していただいて鍵を持ってくる人が持ってる人が来るから、はい、ちょっと待っててねって言われたんですけどその鍵を持ってる人がその予約時間30分過ぎても現れなくって、はいうん、どういうこっちゃとこうギャン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 こう騒いでみたら、うん、ようやく自転車をこいでやる気のないおじさんがやってきてガチャガチャって開けてくださって取ってきていいよって、ありがとうございますという結構のんびりしてあと言葉って英語とかなんですか、うん、まあハンガリーは英語ですかね。はははは、まあ、旧ユーゴは、はいうん、クロアチア語とか私全然できないので、はいはいまあ、適当な英語で適当になんとかしてました。あとやっぱり僕のイメージで言うと、うん、なんかこういうところって怖いイメージが結構あるんですけれど、はい、ちょっとあの荒っぽいイメージあるんですけど、それを一人でそういう、ね、女性一人で撮りに行って危なくないんですか。ブルガリアのガラス工場を撮った時に反社会勢力が
なんて言いますか、そこ占拠してた場所だったっていうか、いいじゃないですか。そうなんです。それ普通に怖いと思うんですけど、なんでしょうね、ギャングなのかヤクザさんなのか何なのかよく分かんないんですけど、とりあえず反社会勢力の方々が占拠しているって、そうネットに書いてあった、はいはい、あのガラス工場の廃墟があって、はい、でもそこかっこいいから撮ってみたいなと思って、はい、とりあえず行ってみようって言ったら、まあ、反社と思われる屈強な男たちが、うん、まあ、ボコボコ廃墟壊してるんですよ、中で手の半まで砕いて、で、あ、なんかやってるなと思って、すいません、あの写真撮りたいんですけどいいですかって言ったら、いいよってニコニコしながら OK くださったので、ありがとうございますって、その後普通に撮ってました。すっごいメンタルですね。いや、でも あからさまにこの人たちやばいなって、はい、なんか自分の本能がやばいからやめとけって言った時は逃げます。例えばどういう時ですか、それは。んと例えるなら薬中とか、あ、薬中みたいな人は近づかないんですけど、あの急遽三軒じゃなくて全然日本国内での話なんですけど、ある場所に行こうとした時に、はい、後ろから私の死んだおじいちゃんの声でどこどこに行くなって怒鳴る声が聞こえたんですよ。なんかおじいちゃんの声がするけど、まあ行きたいから行っちゃおうって言ったら、あの交通事故にあったので、それからおじいちゃんの声が聞こえたり、自分の本能的にうんダメだとか危ないってざわざわするものを感じたら、それに従ってそこには行かないようにしようってことを徹底しているので、はい、だから多分大丈夫なのかなと思ったりします。じゃあそのおじいちゃんの声はたびたび聞こえるんですか。なんかそこまではっきりと行くなって言われたのは、うんと、あれが多分最後だと思うんですけど、なんかざわざわするみたいな感じはあったりしますね。守られてるんですね。すごい。ご加護があるのかもしれないです。そうですね。この撮影の中で一番思い出深い現場ってありますか、どこか。思い出深い現場、うん、あ、もうどこも思い入れがありすぎてどうしよう、難しいですね。一つにそう絞れないです。一つじゃなくてもこことこことか。そうですね、じゃあ新刊の中から見てみましょうか。はい、そっちソ連の話は申し訳なかったね。そう、ソ連のこの乗り物の本の中で言いますと、思い入れのある場所、まず一つは、まあ、チェルノブイリですかね。今ちょっとね紛争をやってて、ウクライナなかなか行くの難しくなっちゃったんですけど、チェルノブイリって観光地化されてて、事前に申請したりツアーに申し込んだりすると割と誰でも見に行くことができるんですね。私は個人でこうガイドさんつけて中見せていただいたんですけれども、初めてこの旧ソ連に行った国っていうのがウクライナで、それでチェルノブイリもその旧ソ連の廃墟の中では初めて見た場所と、あと自分の故郷が福島なんですけれども、福島が原発事故でまあちょっと大変なことになってしまって、それと重ねた時にちょっといろいろ考えるものというのがあって、で何かとこう思い入れが深いなと思います。すごい上から撮ってるのって、これ空撮ですか。あ、はい、それはドローンでちょろちょろっと撮らせていただきました。第二次世界大戦の時にですね。これは何ですか。あ、これは、あの戦車のこのなんだ、蓋っていうか上のハッチの部分ですね。 あれだけボコって撮って、なんか分解されてるんですね、あの戦車のカバーで、うん、全体的に。そういうことですか。へえ、あ、なるほど、分解され、あ、そういう意味ですか。今分かった。こんなことになってるんだ。中古カメラみたいな。すごい、もっと高いとこから撮ったやつありましたよね。あ、はい。なんかすごい、なんか船みたいな形になってるやつ。あ、これこれ。わあ、これは何？もうロシアなんですけれども、うん、はい、あの船を解体している場所の入り江で、なんかこの廃線の中のどれかに、その第二次世界大戦の時使ってた旧日本軍の駆逐艦があるっていう話を見かけて、解体してる途中でこれもうなんかほっとってるみたいな感じなんですか。あ、そうですね、うん、ちょっと待って、どっからどこまでが船なのこれ。全部船じゃないですか。え、え、そうなんですか。そんな難しくないと思うけど。ちょっと待って、4台ぐらい船があるんでしょ。このでかいバナナみたいな、長いやつ、はい、バナナみたいな。
これ船ですか。船の方です。あのちょろっと出てるのはヨットとかあのボートとかってことですか。真ん中のやつですか、はい、真ん中のやつは解体業者さんがなんかちょろちょろって近づいていって、はい、ここで解体の作業かなんかしてるみたいですね。左上があれ陸ですよね。あ、はい、陸になります。え、船ってこんな大きかったっけ。いやだからめちゃめちゃでかい船だよこれ。軍艦みたいな大きさ、タンカーとかこんな大きいの。まあそっか、でも戦闘機とか乗ってたりするわけだもんね。そっか、すごいですね。それであの陸地の辺にいるんですか、星野さんは。あ、はい、私は陸地のもうちょっと奥まって、うん、草がもしゃもしゃしてるとこにちょっとそれとなく身を隠しながら撮ってます。この薄く透けてるのは下に沈んでるってことですか、はい、船が。そうです。大丈夫ですか。大丈夫なの。子供じゃないんだ。いやなんかにわかに信じがたい写真で。びっくりしました、このロープウェイみたいなこれ遊園地なんですか。こちらは遊園地ではなくて、ジョージアのこの辺は、ロープウェイがそのまま使われなくなって残っております。かわいいですね。なんかロープウェイの形というかこの乗り物の、ね、ポロンとしていて、うん、なんかクッキーの缶みたいな、ね、そうですね。これはバスですね、はい、カラフルですね。パステルカラーというか、そうなんかクレパスみたいな、ね、パステルみたいな、すごいかわいいなと思って、うん、そういえばさっきすみさんがしたあの未承認国家って何なんですか、うん、なんていうとこなんですか。未承認国家っていうのは、はいはい、その国際的には国というものとして認めてはられてはいないけれども、はいはいはい、まあ、ここは自分たちの国だぞ、領土だぞって主張している地域のことを言います、うん、台湾みたいなことですかね。あ、はい、そういうことですね、うんうん、紛争が起きそうな場所ってことですよね。あ、もう過去に起きてますね、うん、バリバリと。そんなのロシアが許すわけないでしょ。そうここにも入ってますよね、アブハジア。アブハジア、アブハジア、うん、南オセチアとアブハジアが未承認国家になります、アブハジアってあまり聞かないですもんね、うんうん、アブとハチみたいですけどね。聞き通り。アブハジアは危ないとこなんですか。と危なくはないとは思うんですけど、うんうんうん、でもひったくりがあったりとか、反社会勢力の方々がこう麻薬を密売しているところがあったりとか、まあそういったたことがあるのと、ジョージアから逃れてきた犯罪者の方が、すごい危ない、だいぶ危ないじゃん、アブハジア。アブハジア危ないですね、聞くので。まあ気をつけてれば、観光地をちゃんとみんなで歩いていれば大丈夫だけど、変なところ行くとひったくりにあったり、なんか変なことに巻き込まれたり、パスポートを取られたりっていうのはあるかもしれない。でもそのひったくりとかパスポート取られるぐらいで収まるならいいんですけど、やっぱりなんか殺人事件とかそういうのも多かったりするのかなとか、あとは銃とか、うん、まあ、あと女性はレイプですよね、まあ、銃持ってるんですか。銃はどうなんでしょうね、もしかしたら。あ、でも地雷が埋まってるところはまだあるっては聞いてるので、はい、銃もこう隠れて誰か持ってたりとかなんかね、うん、あるのかもわからないです。謎大きいアブハジア、うん、でも一人でフラフラ女性が行くのはちょっとやっぱり危険なのか、まあ、気をつければ。お一人で行ってるんですか、うん、基本的には。はい、一人で行っています。あの集団行動ができないダメな大人なので、一人でフラフラするのが性に合っておりますね。でもそれこそレイプじゃないですけど、うん、なんかそういう変な誘いですとかお誘いとかそういうものもあったりするんですか、うん、あ、なんかこう人気のないとこに連れてってポロンみたいなのはお店で。あったんですか。ポロンはあったんですか。あ、でかいみたいな
みたいなありましたね。なんか今までで一番大きいの見ちゃったみたいなのは、そんなに、うん、なんか平常時でなんか、どれぐらいですか、これぐらいはあって、でもあのふにゃふにゃしてたんですよ、こうプルンプルンみたいな感じで。なのでそのプルンプルンの状態があのエレクトしてるのか平常時なのかどっちなのか私分からなくて、でもとりあえずでかいなって思いました。すごいプルンプルンだったんですよ。なんだろうあれ、ウイローみたいな感じで、あのウイローよりは柔らかいかもしれない。ウイローよりも、ウイローよりも、そんなに多分想像がありそう。みんなの頭の中の硬さが違うから、スライムみたいな、そこから攻撃はしてこなかったってことですね。攻撃はしてこなかったですね。多分見せたかっただけなんじゃないですかね。なんかね、あのそういうのって割と日本人的な感じがするけど、うん、海外にもそういうタイプいるんですね。うん、いますね。あの見せたいだけの、見せたいだけの人、うん、変な人って露出狂ってことですね、うん。話が前後しちゃうんですけど、このソ連の乗り物を縛りにしたのはどういうきっかけなんですか。社長の提案ですか。ね、旧共産遺産から、またこの後もやりましょうっていうのはずっとあって、はい、でまあ撮りためてたので、はい、で写真いただいて、まあ、膨大な量な見てて、うんうん、これどうやってまとめるんだってとかあるわけです、うん、まあ要は廃墟もあればスポメティックもあればいろいろあるわけじゃないですか、うんうん、でなんとなく、あ、乗り物だけ全部抽出して並べてみたら、うん、かわいいなと思って、うんうんうん、でまあ、じゃあこれシリーズにして、まあ、1回目の乗り物とか、まあ、建物も含めて、うん、まあ、何回かのシリーズでちょっとあのジャンル分けして見せていこうかなっていうところから、うん、で第一弾もたまたまこれ乗り物を、うん、あ、01って書いてあるから、本当だ、0203が、うん、ありますね。一応02はそろそろ、まあ、セレクト始めようかぐらいの話はしてます。へ、あ、じゃあもうネタ的にはあるんですね。ネタ的には決まってます。目の付けどころがいいですよね。どうしようこれ、あ、乗り物これか、このゴンドラ、ロープウェイがちょろんと、あ、で下が炭鉱ですよね、はい、廃墟、炭鉱の廃墟、なるほどなるほど、これも止まってるんですか。あ、はい、もう止まってますね。なんでここで止めるって感じですね。本当これも全部そうなんですね。その時間が来たから。そっちの方がなんか手間かかるような気がしませんか。だからすごい急にやめてんでしょうね。まあいいよ、お母さんに言わって本当になんか時が止まってる感じしますよね、その瞬間に。それかすごい年月をかけて下にずるずるずるって言ってる最中とか。この遊園地のこの観覧車の乗り物めちゃくちゃすごくないですか。このなんか怖い、そう、すぐ落ちることができるというか。そうなんです、うん、割と旧ソ連各地に残ってる観覧車って現役の観覧車でもこういったスカスカタイプのものが多くて、はい、簡単に飛び降りさせてできるよね。本当に怖いよね、普通に怖いですね、これに乗るのが、うん、もう縛りつけてくれって感じ、うん、セキュリティやばい。こんなところでチューしてる場合じゃないですか。ない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 、これ乗ってみたかったな。乗ってみたいね。バカなんじゃない。いやいやいや、高いところ。これはな、これは旅客機。これは旅客機をなんかここにずっと置きっぱなしにしてるみたいな、ね、遊園地に置いてある。え、これ遊園地に置いてあるんですか。うん、ああ、でももしかしたらなんかたまにそういうのなんか中入れるようにしたりとかして子供が。見たりとかありますもんね。入れてたのかもしれないですね。これすごくないですか、砂漠にある船ですよ。あ、これ砂漠なんですか。そうなんです、昔海だったけれども干上がってしまったところに船が残っているという場所になります。へー、そんな短期間でじゃあ干上がっちゃったんですね。旧ソ連の愚かな政策で、はい、この中央アジアで綿花をこうの畑を作ろうってことになって、川から水を引いたらアラル海って内海なんですけど、はい、そのアラル海の水が全部干上がってしまって、はい、今すんごいちっちゃくなってしまって、もう大部分がもうこのような砂漠になっております。え、海って消えるんだね。まあでもありえるんじゃないですか、そこをつくことがあるんですね、うん、だから要するになんかここに水が来る経路みたいなのが全然ないってことでしょ多分ね。内海っておっしゃってましたもんね、うんうんうん、
なくなるものなんですね。普通だったらね、ちゃんとそういうラインをね、しっかりしてからやんないと。うんうんうん、でもね、池の水全部抜くとか、池レベルだったら分かるんですけど、海ってついてるところがなくなるっていうのがちょっと。テレ東で管理できるレベルじゃないんですよ。そうですよね。広さが。あ、これ。この廃墟はあれなんですよ、はい、ロシアがソ連時代にそのイルカを生物兵器として使えないかっていうのを研究しているなんです。へえ、でもこの研究施設がまた趣がありますね。なんか入りたかったんですけどね、鍵がかかってて入れなくて、でも外からこう潮が引いていったら一部分壊れたところからもう無理やりキューッと体縮めて入れそうではあったんですけど、中に入ってる間に潮がね、こうまた戻ってきてしまったら出られなくなってしまうので、そうですよね、怖くて、それ困りますね、入れなかったですね、うん、へー、そういう研究施設とかもの跡とかもありそう、多そうですよね。探したらまだまだあるかもしれないですね。もっと大規模な生物兵器とか、ね、なんかもうこういう写真集とかになってるの見ちゃうと、もうなんか国全部がそうなってるように見えちゃいますね。なんかゴーストタウンみたいに見えちゃう。でも、まあ、活気は一応ちゃんとしてるところはちゃんとしてるわけですよね。もちろんです。素敵な観光できる場所とかね、豊かな街っていうのはちゃんとあります。そういう人が生き生きしてるところとかでは写真は撮ってないんですか。あ、撮ってはいます。一応あるんですね、はい、作品としてまとめさせていただいてるのがこういった人間のいない場所ばっかりですけど、まあ、ちゃんと観光地とかホテルとか綺麗な場所とか美味しいご飯も飯もしかしたらそういうのも出てくる、今後出てくるかもしれないっていうことで、できそうではあります。へ、まあ、でも最近ね、ソ連っていうか、まあ、世界的にそうなんですけど、はい、廃墟どんどん壊されていっちゃってるので、もう善は急げなんですよね。はい、まああとはじゃああれですかね、最後にちょっと社長さんも含めてちょっと見どころというか、そうですね、はい、まあ基本僕らはやっぱり男の子、子供の頃からやっぱ乗り物好きじゃないですか、そういった意味で僕はちょっとやってみたかったんですけど、意外と女性の人のファンが僕はなんとなく多いような気がしてます。可愛い感じがします。あと なんかやっぱ乗り物に絞ってるからかもしれないんですけど、古いものなはずなのになんか未来感がありますよね、はいはい、すごいロボットっぽいっていうか、あと不思議なことに何十年も放置されているような状態のもの、日本では絶対考えられないじゃないですか。そうですよね、普通 の市街地の道端にある車がずっと放置されたりとか、だからそういう風景って日本ではやっぱ見れない風景、見れないこれがやっぱ面白かったですね、この、まあ、映画の中でスポメニックが象徴的に使われてたのもやっぱりもう人類がいなくなった未来、これだけが残ってる、やっぱなんかディストピア感はありますね、まあ、ウォーキングデッドじゃないけど、なんか本当にこれもう地球がなくなっちゃったんじゃないのかなっていう感じがしちゃいますよね、こういうの見ると CG じゃなくて、でも実際にね残ってるわけですからね、すごい。まあ、じゃああと星野さんからもなんか一言いただければ、はい、おすすめポイント、どうしようって全部まあそりゃそうだろうけど、それはそうだろうけどでかいよって、いろいろでかいよ、星野さん自分でスポメニック好きすぎてイラストを可愛い、これシールしてみたんですよ。デザイナーでもありますね。はい。可愛い。そう書いてしまった。ということで、ぜひぜひじっくり読んでいただ見ていただきたいですね。お家でじっくり読んでほしい写真集です。はい。ということで、概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひぜひお買い求めください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価をぜひよろよろみたいな旧共産圏を、まあ、多数回られている中で体験された怖い話を聞かせてくださるということなんですけれども、はい。